ワッサップスみんな、どうもギフライダーともです。今回デュエル動画にて登場するデッキのうちの一つ、そちらをコンセプト紹介をしたいと思います。このデッキ、またまた僕の好きな魔法使い族寄りではあるんですけども、キーカードがこいつです。以前の動画にも出した、これむっちゃ強くねっていうフルメテオインパクト、こいつが今回魔法使いデッキのメインカードとの、まあ、あのキーカードかなになります。火力2500あって、以前紹介した通り魔法使いレベル7以上がいると相手のレベル6以上モンスターを全てぶっ破するっていう、これならマキシマムモンスターもね怖くねえよっていうカードなんですけども、プラスミラーイノベーターと TCB タイプチェンジビーム、こいつらが主軸となる魔法使いデッキ、魔法使い一体もいないんですけど、この画面になかなか面白い動きができるんですよ。特にやっぱフルメテオインパクトとこの TCB、 察しの言い方はもう分かっちゃうんでしょじゃないでしょうか。ミラーイノベーター、まあまあ、あの結構これ汎用性高いなって思ったんですよ。機械族って今のところオーバーロードとか、ああいった、あとサイコショッカーとか、ああいうちょっとこう、まだまだちょっと機械族のモンスター種類少ないんですけど、レベル6、5が多かったり、ちょっとこうあれやったんですけど、機械族として組むなら微妙、まだ微妙なんですけど、なかなかこれ汎用性が高いなっていう思いました。で、それもこの TCB のおかげなんで、実質この魔法使いデッキ、こいつかもしれん、キーカード。ウルメテオインパクトより大事なカード。なので、これもぜひ、僕のデュエル動画でどういったおもれい動きをするのかっていうのをね、お見せしたいと思うので、ぜひそちらのデュエル動画の方も後々公開されますのでご視聴ください。でこうやって個別でデッキ紹介してへんのかい、デュエル動画いちゃうんかいっていうのは、あのデュエル動画で説明しながらやっぱこうやるとちょっと長くなっちゃうと思うんですよ。なのでこういったこの動きを見てほしいっていう、まあ、僕のその大事にしているこうデッキ組む時のコンセプトっていうのを今紹介してるだけなので、デッキ紹介とはまたちょっと違うんですけども、コンセプト紹介っていう感じです。あの前椅子デッキのコンセプト紹介もしたんですけど、あれみたいな感じ、まあ、このフルメテオインパクト TCB がなかなか面白い動きするので、ぜひ出る動画もご視聴ください。あとこのスリーブめっちゃかっこよくない？このスリーブ超好きなんだけど、これの同じ柄の T ポイントカードも持ってるんですよね。もう好きすぎて買っちゃったっていう感じで、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひデュエル動画の方も投稿いたしますのでご視聴ください。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。